おはようございます。運が良い、運が悪い、そんなことを感じる場合があります。その運というのはそもそもどんなものでしょうか。例のごとく広辞苑で調べてみます。運には一番天命という意味があります。北条記のおのずから短き運を悟りぬという要領があります。天命というと、一番天の命令、上帝の命令、二番天によって定められた人の宿命、天運、三番天から与えられた寿命、天寿という意味があります。それから運には二番、巡ってくる吉凶の現象、幸不幸、世の中の動きなどを支配する、人知人力の及ばない成り行き、回り合わせという意味があります。これがよく使う運が悪いの運であります。それから3番、特に良い巡り合わせ、幸運があります。運が向いてくるという要領があります。運にまつわる言葉もいろいろあります。運が開く、運の月、運は天にあり、運を試す、運を天に任せる、などなどが広辞苑に出ています。運が開くはあるきっかけから運が良い方に向くことです。運は天にありとは、運は天にあって人力ではどうすることもできないという意味です。運を試すは、運がいいか悪いか試しにやってみること。運を天に任せるというと、成り行きに任せるという意味であります。運の月となると、運命の終わり、滅びる時の来たこととなってしまいます。妙心寺の山川宗玄老師の診断式で、老師が八頭にご入道になって、まず第一声挙げられたのは、人間万事塞翁が馬という言葉でした。ある人が飼っていた馬が逃げてしまい、隣の国に行ってしまいました。人々は皆これを気の毒に思って慰めました。ある占いに精通していた老人は、これがどうして幸福にならないと言えようか、いやきっとなると言いました。数ヶ月経って、その馬が隣のこの国の春馬を連れて帰ってきました。すると人々は皆これを祝福してくれました。しかしその老人が言うことには、これがどうして災いとなることがありえないだろうか、いやきっとなると言いました。その老人の家には良い馬が増えました。すると、その老人の息子は乗馬を好きになって、乗馬中に落馬して太ももの骨を折ってしまいました。人々はこれを見舞いました。しかし、これがどうして幸福にならないと言えようか、いや、きっとなると言いました。それから一年が経ち、この人が大軍で砦に攻めてきました。体の丈夫な若者は弓を引いて戦いましたが、砦の近くの人で死者は10人中9人になりました。この老人の息子だけは足が不自由なことが理由で父子ともに無事でした。人生はどうなるのかわかりません。こういうのも運というのかもしれません。この老人の息子にとって幸運だったことが他の人にとっては不運となっていることもあるでしょう。野球というスポーツも運がいいとか悪いとかあるように感じてしまいます。栗山英樹監督の信じきる力にも、野球は運が左右するところがあるのは事実です。例えば本当は低めにフォークボールをワンバウンドで投げようとしたのに高めに抜けてしまった。ところがバッターもそれを想像していなかったのでストライクになって見逃し三振になった。これこそ確かに運ですが、僕はその運をコントロールしたいと思いました。コントロールできないかもしれないけれど、選手のために何とかしてあげたいと思ったのです。運さえもコントロールできるほどの努力をすればいいのではないか。運さえもコントロールできるほどの生き方はできないものか。運が左右される要因を見つけなければいけないと思ったのです。という言葉があります。運さえもコントロールできるほどの努力をすればいいのではないかという言葉に感銘を受けて対談の折を紹介したものでした。
運を左右する要因というのは何でしょうか。これも栗山監督の信じきる力には神様が手伝ってくれるところまでやりきったのかと問うてみるべきだと思うのです。求められていることはそんなに難しいことではありません。昔おばあちゃんが言っていたような、嘘をつかない、人を思いやる、苦しくなっても誰かのために頑張るでいい、すごくシンプルな人間として当たり前のことです。でもこれをみんなが守ったら、きっとみんながもっと前に進めると思うのですと書かれています。運存根という言葉もあることを思い出しました。こちらも広辞苑に載っています。幸運と愚直と根気、ことを成し遂げるのに必要な三条件として挙げられると解説されています。運を幸運と解釈されていますが、必ずしも幸運だけとも限らないでしょう。不運や逆境の中から道を切り開いてきた方もいらっしゃるものです。どのように切り開くかというと、それがドンとコン、すなわち愚直と根気だというのです。ドンというのは広辞苑では刃物の切れ味が悪いこと、鈍いこと、呪いこと、つまらないこと、馬鹿げていることという否定的な意味が書かれています。愚鈍というと頭の働きが悪くすることも、間が抜けていること、のろまという意味が書かれていて、良い意味ではないようです。愚直も正直すぎて気の利かないこととされています。しかし善で使う愚というのは悪い意味ではありません。善ではその知や及ぶべし、その愚や及ぶべからずという論語の言葉もあって、高い次元で使うことが多いのです。論語に仁者はその言や仁という言葉があります。仁というのは口の聞き方が重々しく言いよどみがちな様を言います。禅の語録に出てくる禅問答にしても、何も蝶々発疹のごとくすぐに答えが出るだけがいいのではありません。方々の原主祖という方は、口を開いて何か言おうとして、ごとのお米を炊いて炊き上がる頃になってようやく答えが出たというのです。私も修行道場で修行していた頃に、先代の館長から寒枯水という言葉をいただいていました。寒枯水は全学大辞典には、寒は静かなのい、枯水は古い霧、世事俗情に引き回されない悠々たる真の道者、真実の仏者に対する尊称感動人という解説があります。尖った霧ではなく、すり減ってしまったような霧になるようにと諭されました。今思うとありがたいお言葉です。そして根気よくコツコツ努力していくことしかないのであります。それでは姿勢と呼吸と整えてまいります。まず両方の足で床をしっかりと踏みしめて、この大地に支えられていることを感じて、足に力を入れて、よし立ち上がるぞという気持ちで、お尻を5センチないし10センチほどスーッと持ち上げていって、ストンと下ろします。息を吸いながら肩をニューッと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。もう一度息を吸いながら肩をニューッと持ち上げ持ち上げていって、吐くと同時にストンと下ろします。最初一息、息を強く吐き出します。この時にはお腹の底に溜まっている空気も全部吐き出してしまうつもりで、胸に抱えている思いや煩いも全部吐き出してしまうつもりで、口を開いて一息強く、はぁ。と吐き出して口を閉じますと、鼻から新鮮な空気がいっぱい入ってまいります。
おへその下下腹いっぱいに新しい空気が満ちて、さらに体の隅々まで新しい空気が行き渡っていくのを感じながら、ああありがたいな、嬉しいなと、この思わず微笑みがこぼれてまいります。そんな気持ちでその後は口を閉じて、ただ鼻から息が出たり入ったりする様子を静かに見つめて座りましょう。はい、ありがとうございます。どうぞ今日も良い一日でありますようにお祈りしております。